フィスクの建設現場で事件発生ってとこ忘れずにチェック。おやつの時間だ。ハワード、久しぶり。フィジーは元気？今日は元気がないんだ。家族を恋しがってて。ここんとこ慌ただしくしててな。ビルが商業用に再区分されたせいでフィーストに移らなきゃならんかったんだ。気の毒に。ニューヨークの大家ってほんと残酷だよね。わしを家から追い出した時、鳥も逃がしちまって、戻ってきたのはピジーだけ。他のみんなを探してるんだが、わしは足が悪くてな。それじゃあ僕に任せて。僕がみんなを探してくるよ。おい、本当か。ありがとう。見つかったらわしに電話してくれ。鳩警報。あいつ早いな。僕の能力大有効活用。ニュースは見たが、またしてもスパイダーマンと悪魔マスクどもがニューヨーク市民の命を危険にさらした。事件のあったエリアから電話だ。こちらジェイ・ジョナ・ジェームソン。あのさ、事件が起きたのは閉鎖された造船所なんだ。危険な目に遭った人なんていないよ。ほう、それは専門家としての意見か。この私が受賞キャリアを通じて得た情報源はそうは言ってなかったがな。あの造船所はフィスクのダミー会社だ。銃の密輸に使ってたんだよ。手榴弾、軍用兵器、何でもありだ。なるほど。なんだ、これが真実という爆弾だ。だが待て、まだ50メガトン級の真実があるぞ。スパイダーマンが名誉を独り占めにしようとトラックを追ってる間に、危険な違法武器満載の別の車両が逃げ出したと来たもんだ。フィスクは欠点こそあれ、この街であんなものを使わせなかったが、デーモンと来たら奴らは狂心的なカルトか考えなしかのどっちかだ。みんな状況の危うさを理解できたかな。いや、ハワード、フィジーの家族を見つけたかも。グレーの反転、たった今スイッチされた。クラレンスだ。いたずらっ子だが可愛いやつでな。頭を撫でてフィーストの方角に話せば戻ってくるだろう。オッケー、また見つけたら同じことしてみる。鳩警報。戻ってきて小鳥さん。あの鳩を捕まえることだって大きな責任だ。本当にそうかな。鳩見っけ。
逃げられる。賑やかになったぞ。ローザが家族の元に飛んで戻ってきたんだ。よかった。本当に大事にしてるんだね。努力はしてる。サンドラに比べたらまだまだだよ。サンドラ？ああ、わしの妻だ。サンドラと鳥たちによろしく伝えといて。ああ、そうだな。そうするよ、スパイダーマン。ありがとう。また見つけてくれよ。ハート。ああ、戻ってきて小鳥さん。誰にも見られてませんように。やった。したって主張してな。それじゃあなぜ頭が空っぽの蜘蛛男が排水管をよじ登ってたか、私が説明してやろう。やつは水圧システムにいたずらしてたんだよ。少し前に作業員のみに使用許可が出ているバルブをいじくり回すスパイダーマンの姿が目撃されている。国民よ、目を覚ませ。スパイダーマンは自ら問題を起こし解決したかのように見せかけ、自分が称賛されるよう仕向けているんだ。しかも悲しいことに、かなりの市民が騙されている。だが君たちリスナーはこの私のおかげで騙されずに済んでいるってわけだ。ハート。ああ、行っちゃう。あの鳩、僕より町に詳しいな。ターゲットの鳩を捕捉。ああ、戻ってきて小鳥さん。おお、スパイダーマン、助かったよ。バネッサがロフトに戻った。いい名前だね。サンドラも喜んでる？ああ、実はもうこの世にいないんだ。ガンデだ。ハワード、そっか、ごめん。ああ、いいんだよ。人生くよくよしてちゃダメだってな。ガンと診断されてあいつが言った言葉だ。時々自分に言い聞かせてるんだよ。また探してくれ。どうしても残りの鳥たちを見つけてやりたくて。感謝してるよ。
ハト逃げないで、怖くないから。ハトって雲食べないよね。トミッケ、ああ行っちゃう。捕まえた。かっこいいな。そのスーツどこで？ターゲットの鳩を捕捉。追いかけっこ開始。ちょっと待ってよ。クモゴわかんない？捕まえた。ハト警報。ああ行っちゃう。よかった。鳥たちも幸せだね。あいつらは本当にサンドラに懐いてたからな。妻の子供さ。今は君の子供だろ。妻の一部が生き続けてるような気がしてな。よくわかるよ。君はいい人だね。家族に会いたいときはいつでも来てくれ。クラレンスがあんたに会いたがってる。ありがとう、スパイダーマン。
さて、この私がスパイダーマンについて作り話をでっち上げているという輩がいる。これから話すことはあまりにもバカバカしくて、かえって逆効果になるかもしれないが、リスナーが録画したハトを捕まえるスパイダーマンの映像を見させてもらった。ハトさらいだ。なんでそんな常軌を逸したことをするかって、いろいろ考えた末、私はある結論にたどり着いた。そう、食べるためだ。これまでスパイダーマンは雲の力を持つ人間だと思っていたな。だがその逆だったら、巨大な雲が人間の姿を持ったとしたら、やつは獲物を狙い、街のどこかに巨大な雲の巣を張り、そこで哀れな鳩たちが囚われの身になってるってわけだ。だが鳩だけで済むと思うか。果たして次の獲物は。これだけは言える。その答えが分かるまで心が休まる時など決して来ない。